高取山は神奈川県横須賀市北部の逗子市との境にある海抜139メートルの山。三浦丘陵の山の一つ。別名、湘南妙義。鎌倉時代は三浦氏の領地で、領氏はすりつ高を献上していたとされる。また太田道灌がたびたび鷹狩りをしたと言われ、献上された鷹に満足して、高取山と命名したとする伝説がある。1923年の関東大震災以前は、高取山から切り出される凝灰岩が横須賀市や逗子市で兵などに利用されていた。しかし、関東大震災で凝灰岩を用いた建物の多くが倒壊し、下敷きになって死傷者が多く出たこと、切り出した凝灰岩の輸送に利用していた高取川が隆起して、航行が困難になったこと、コンクリートが一般化したことで衰退した。石材を採取した名残である垂直に切り立った岩石が特徴である。戦後、昭和30年代に入ると、ロッククライミングの練習に使う若者が増え、同時に、京急田浦駅、追浜駅から高取山経由で、逗子市の神武寺へ抜けるハイキングコースが開かれ整備されたため、訪れる観光客も増大した。1960年、有志の彫刻家、藤島茂によって山の一部に弥勒菩薩尊像と釈迦如来像が彫られた。しかし、1965年釈迦如来像は高取小学校建設のために破壊され、弥勒菩薩像だけが残った。1983年に高取山安全登山協議会という山岳団体の連合組織が作られ、横須賀市との間で協約を締結した。その内容は、高取山でのロッククライミング実施者は高取山安全登山協議会へ届け出をするという条件で、横須賀市がロッククライミングを許可するというものである。この山は、新大三木前半のグリーンタフ造山運動の堆積隆起によって作られた第三期創業海岸である。この岩は柔らかく加工しやすいため、家屋の基礎や塀、護岸などの建築土木用材として活用され、高取石の名称で広く愛用された。ありがとうございます。